7.62X51mm ーダ弾を使用するバトルライフル f n ヘルスプリングフィールド M1464 式 7.62mm 小銃各種の小銃弾上から 7.92X57mm モーゼル弾 7.62X51mm 納刀弾 5.56X45mm ーダ弾バトルライフルは 第二次世界大戦後に開発された軍用自動小銃のうちセレクティブファイア機能を備え 7.62X51mm ナトー弾のような大口径のフルロード弾を発射するものを指すとされる分類。バトルライフルという言葉は古くは単に軍用の小銃全般という意味で使われていた。第二次世界大戦中ナチスドイツにて 現代的なアサルトライフルの原型とも言われるスターンゲウェア44という先進的な小型自動小銃が設計された。STG44 はセレクティブファイヤー機能と着脱式断層を備えた自動小銃でフルオート射撃時の制御を容易にするべく従来の小銃弾よりも短くエネルギーの小さい新型弾薬を用いている点が特徴の一つだった。 冷戦時代が幕を開けると、各国で新型自動小銃の設計が始まった。当時、着脱式弾倉やフルオート射撃といった機能は魅力的なものと捉えられていたものの、一方で銃弾の弱装化に対する抵抗が少なからず存在していた。そのため、M14、フェル、G3 といった大口径自動小銃が生み出されたのである。その後、西側諸国においては、 これら大口径自動小銃を指す言葉としてバトルライフルが使われ始めたとされる。一般的にバトルライフルが備える威力と長射程射撃における精度は遠距離目標を射撃することを意図しているが、それを実現するための重量や超重心は近接格闘において不便を生ずる。また、大抵のバトルライフルはフルロード弾の反動のため、 これを抑える工夫がなされているにもかかわらず、フルオート射撃時の制御は極めて困難である。そのため、ほとんどのバトルライフルは、セミオート射撃を主として運用された。一方、アサルトライフルでは、M16 などの 5.56X45mm ナトウ弾、95式自動歩やりの 5.8X42mm 弾、 AK-47 の 7.62EX39mm 弾などの中間弾薬を使用するものが多く、フルオート射撃時の反動制御が比較的容易である。バトルライフルに含まれうる自動小銃であっても、概念自体が浸透していない国では、後継や使用弾による区別が行われず、単にアサルトライフルや自動小銃に相当する分類に含まれることが多い。 ありがとうございます。